一人旅に関する Q&A。 こんにちは、こんばんは、サリノです。私は旅が大好きで、年間180日以上旅する暮らし方をしながら、 YouTube や Instagram、ブログなどでその様子を発信しています。今回はそんな発信活動の中でコメントとか DM でいただいた質問に答えていきたいと思います。それではスタート。ご飯食べるところを何見て決める？ Google マップかインスタか YouTube です。あとは結構毎日やってるショールームの配信とかで、次ここに行くんですって話をすると教えてくれる優しい人たちがいる。あとはね、 YouTube で Vlog を上げてると、ここのお店もいいよって教えてもらったりするから、そのたんびに Google マップにピンを刺してます。もはやね、ピン刺しすぎて剣山見たくなってます。あとはコロナじゃなければ赤ちょうちん系のお店のおかみさんとか、ホテルの方とか、ゲストハウスのオーナーさんとかが美味しいお店を教えてくれますよね。お店を選ぶときにネットの評価は気にする？気にしちゃうかもしれない。旅の行き先どうやって決める？ダーツで決めるの？気分と仕事です。移動は飛行機が多い？それとも鉄道？最安値で旅行してます。なのでスカイスキャナーにマジでお世話になってますね。高速バスは使いますか？使います。自分が免許を持ってないから、もうバスもしかり、タクシーもしかり、人に運転してもらえることがね、嬉しすぎてしょうがないんだよね。まだ行ったことのない県はありますか？ありません。全都道府県制覇しています。というのも、25かな6かなぐらいの時に、海外旅行に行った時に日本の話ができるような状態になっておきたいなと思って、全都道府県制覇しようと、特定のところに行くっていうよりかは、どんどんこう呪術つなぎみたいな感じで全部ね、一応旅したんですよ。その時はね、完全にプライベート、 YouTube も始めてなかったから全く記録が残ってなくて、今となってはなんで何もしなかったのか自分のことが信じられません。一人旅って寂しくないですか？ホームシックになりそうで躊躇しています。これはあくまで私はなんですけど、全く寂しくないです。いやでもね、寂しいって言ってる方も結構いる。だから改めて考えたんですよ、本当に寂しくないのかなって。寂しくないんだとしたら、なんで寂しくないんだろうと思って、というか寂しさとはみたいなところから考えたのね。でね、私は思ったの、寂しさって2種類あると思うんですよね。一つ目が肉体的寂しさで、二つ目が精神的寂しさで、私はね、割と精神的寂しさには弱いんだけど、肉体的寂しさはね、割と耐性があるタイプなんだなって自分のことを思いました。肉体的寂しさに分類される具体例としては、卒業式とか、物理的に学校が変わってしまって会えなくなるじゃないですか。遠距離恋愛とか、社会人で恋愛してて2週間に1回ぐらいしか会えないねみたいな状況で寂しいと感じるか否かみたいな、その会う頻度とか物理的な距離感が寂しさと直結しているタイプが物理的寂しさ流派だと思うんです。精神的寂しさ系は、みんなすごい楽しそうにしてるけど、私そういえば誘われなかったなとか、自分のことを覚えてる人なんて一人もいないんだろうなとか、私がいない方がこの場は調和してたんだろうなみたいな、そういう精神的疎外感みたいなのに寂しいと感じるのが精神的寂しさ流派だと思うんですよ。私はね、圧倒的に後者なんですよね。だから物理的に山奥に行ってたりとか、海の端っこに行っていたりとか、海外旅行をしていたりとか、そういう物理的な距離感が空いてますみたいな状況は、割と寂しいっていう感情と直結しないんですよね。なんだろうね、少々距離が離れていたとて、国を何カ国かまたごうとて、別についてくれる人はついてくれるだろうし、まあ嫌いな人はね、嫌いだろうし、しょうがないかなみたいな感じのことを思ってしまうタイプなんだと思います。だからね、割と一人旅してる時は一人旅してる時で、ただただ楽しんでしまっているんですよね。こればっかりはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、その人それぞれの考え方みたいな部分だと思うから、別にね、旅しなくても人生困んないからね。旅して人生が豊かになる人もいるけど、しなくても別にみんな豊かだったりするから、寂しくならない程度、ちょうどいいぐらいの距離感の旅を探すっていうのも楽しそうですよね、と思いました。旅の定義ってどう考えていますか？旅行と旅の違いは何だと思いますか？これまたさ、深い質問が来たなって思ったんですよ。私がさ、そうやって言葉の定義とはとか、この言葉の意味合いとはみたいなことを考えてしまう性分だからなのか、類友現象ですねって思いました。
で、旅の定義なんだけれども、結構ね、辞書を引いてみると旅イコール旅行としているところが多くて、類語辞典とかでも出てくるしね。ただみんなも若干こう旅と旅行でイメージ的に違うというか、差がね、なんとなくあると思うんですよ。私の中にもあるわけ。これは何なんだろうって考えた時に、旅行は行き先が決まってるんですよね。旅に行くってもう決まっていて、行き先が決まっていて、そこでやることも決まっていて、一連のツアーみたいな流れを楽しむのが私的には旅行のイメージだなと思いました。対して旅は行き当たりばったりというか、何が起こるかわからないみたいなワクワク感が含まっていると自分の中では旅だなと思って、なので私的には距離とか移動方法ではあんまりカテゴライズをしていないんですね。中学生ぐらいの時に自転車に乗って隣の隣の隣の町ぐらいまで走って、河原見て帰ってきたことあるんですよ。そこの河原からは東京ディズニーランドの花火が見れたのね。それをコンビニで買ったおでんを食べながら見て帰ってきただけ、ただそれだけなんですけど、当時の箱入り娘だった私からしたら、あれは旅だったのよ。まあ要するに何が言いたいかっていうと、旅か旅行かっていうのはその人の価値観とかフェーズで変わると思うし、とりあえず具体的な行き先を決めずに電車で気が向いた駅から降りてみるとか、そういう週末一人フラフラ旅みたいなのを私はね、すごく素敵だなと思っているんですよねっていう話です。旅と旅行の定義とはってなるとすごく曖昧な返答になってしまうけど、こういう考え方をしています。女性一人で旅をするのは危なくないですか？変なトラブルに巻き込まれないために気をつけてることなどはありますか？これはさ、難しい問題だよね。確かにね、危ないとは思う。ただ正直さ、家の周りだからといってすごく安全かっていうとそうでもないと思うんだよね。外っていう時点で一律の危なさはね、あるんじゃないかなと正直は思っています。まあ、ただ土地勘がないっていう時点で結構不安にね、思う気持ちは本当にわかるし、その危機感っていうのは何か情報を得て安心させない方がいいと思ってるんですよね。もしかしたら危ないかもしれないっていう意識を持っておくっていうのはすごくむしろいいことなんじゃないかなと思っています。その上で、家の近くで言われて OK しないようなことは旅先でもやっぱり OK しちゃダメなんですよね。みんないろいろその危機管理的なボーダーラインって各々持ってたりとかすると思うんですけど、例えばね、私だったら初めましての人と知らないお店には行かないんですよ。たまたまね、特定のお店で席が隣になって、お、乾杯ぐらいの感じの会話が生まれるとかはあると思うんですけど、じゃあ2軒目一緒に行きましょうとはならないんですよ。それが旅先だとやっぱりテンションも上がるし、なんか一期一会みたいな特別感も出てしまうから、オッケーしたくなるね、気持ちはわからんでもないんだけど、そこは行かないかなみたいな。これって家の近くで同じことが起きた時に自分オッケーするかなって一旦考えてみるっていうのも大事なのかなとは、ちょっとね、いろんな話を聞いてて思いますね。私は割と安全に旅ができてるなって思うけど、この辺りはいつか旅系の人たちと座談会みたいな感じでみんなの意見とか聞きたいなって思っちゃいました。ちなみにこのチャンネルは旅系の方々がたくさんいると思うんですけど、皆さんは旅の安全対策とかって何か考えてたりとかしますか？一人旅の何が楽しいんですか？楽しむコツはありますか？また概念的な質問になってしまうんですけど、私の場合は割と見たことないものを見たりとか、圧倒的に綺麗なものを見たりするのがすごく好きなんですよ。世界にこんな美しいものってあったんだみたいなことを思いたいんです。それが伝統工芸品とかお料理っていう場合もあるし、山とか海とか地球が作った自然っていう場合もあるし、そこの土地で暮らしてる人たちのコミュニティ、人と人との関わりみたいなパターンもあるし、とにかくね、自分が知り得なかった綺麗なものを見るのがすごく楽しいんですよね。で、中にはさ、今この瞬間だから見れたものとかもあるわけですよ。例えば長崎の軍艦島とか、あれって今もなお崩れ続けてるからさ、一定のタイミングで私が見た軍艦島は次のタイミングにはないわけだよね。
そう考えるとすごくロマンを感じてしまうんだけど、そういうところが私は楽しくて旅をしています。人それぞれ楽しいなって感じるポイントが違うと思うので、ホテルでゆっくり癒されるのが好きな方とかだったらリゾートホテルとかね、素敵なところいっぱいありますし、普段デスクワークであんまり運動ができないから旅行に行ったらちょっとこうアクティブにやりたいっていう方は山登りとかダイビングとかもいいと思うし、そういうの考えるとワクワクしちゃうなって思います。はい、そんな感じかな。いくつぐらい質問に答えたんだろうか。これはとかあれはとか、なんかいい他にもネタがありましたらコメントで教えてもらえると嬉しいです。少しでもね、何か旅に対して前向きに考えるような動画になってたら嬉しいなと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。このチャンネルではお得に旅する情報や旅の Vlog、 ホテルのレビューなどを更新しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。Kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993.